ボスコーヒーっていうのがフィリピンのオリジナルでこうあって、いろんなところにあって結構メジャーなんですけども、まあスターバックスとかは普通にやりますし、価格も高めというか、スターバックスで世界統一価格ですよね、基本的に。なのでフィリピンだとやっぱ高級のカフェになるんですけども、日本人におすすめっていうと、アヤラモール、まあ、高級モールのアヤラの中の UCC とかはいいですね。やっぱり日本人、日本の会社なので、コーヒーも美味しかったり、あとサービスもちゃんとしてると、あと食べ物が結構やっぱ美味しいのが UCC だったりするんですよね。なのでゆっくりできる店っていうと、そこがおすすめかなと思います。あとはまあ、いろんなモールに、スタバあるんですけども、やっぱり注意点としてはですね、やっぱり激寒なんですよね。なので僕はいつもウルトラマイクロダウンっていうユニクロの、すぐにちっちゃくできてすぐに羽織れるダウンを持ってたりするので、まあ、とにかく東南アジア、特にフィリピンですね、寒さがおもてなしって言ってるんですけども、寒すぎるので、